おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。村井さんが担当している電子版は週刊文春の記事1日早く読めるんですね。はい、紙の雑誌の発売日の前日の正午には全ての特集記事が出ておりますので、ぜひデジタルの方でもチェックをしていただけると嬉しいです。はい、では今朝はまず政界の話題から。こちら、岸田増税最小疑惑の金徹底検証。下降線をたどり続けている岸田政権の支持率、今月中旬に行われた各社の調査によると内閣支持率 30% 前後などと低迷しています。中でも7割近くが反対したのが防衛費増額のための1兆円増税です。そんな岸田総理の、村井さん、疑惑の金というのは何でしょう。はい、これですね、もうもはや週刊文春のお家芸になってきてると思うんですけれども、はい、政治家のですね、政治資金を調べるという、はい、まあ、この手法でですね、今回岸田総理の政治資金集めの実態はどうなってるのかっていうのを、まあ、精査をしてみました。はい、するとですね、岸田総理の政治団体っていうのは、自民党広島県第一選挙区支部というものと、あとは資金管理団体の新政治経済研究会、そしてですね、岸田文雄後援会というこの3つがあるんですけれども、はい、この3つの団体がですね、過去11年間で集めた政治資金の総額を計算してみるとですね、なんと20億2000万円に上るわけですね。で、その過半数を占めるのが政治資金パーティーによる収入でして、はい、これは合計81回行われておりまして、まあ、それだけでおよそ11億円ものお金を集めていることが分かったと。はい、でこのお金についてですね、政治資金の収支をしっかりと報告をして、国民への透明性を担保できているのかというところに疑問が生じてきたということなんですね。はい、で、週刊文春が岸田総理の政治資金収支報告書に宛名や正し書きが空白の領収書が大量に添付されていたという、政治資金規正法違反の疑惑でしたよね。はい、それを以前報道したわけですが、はい、今回新たにまた別の問題が浮上してきまして、それは何かというとですね、関連の政治団体にですね、自民党広島優勝会支部というものがあるんですが、まあ、この団体をめぐる問題なんですね。はい、でこの団体なんですが、毎年のようにですね、岸田総理が代表の第一支部からですね、献金を受けている一方で、例えば2005年の衆議院選挙の時にはですね、岸田総理に対して1300万円の選挙費用を寄付するなどですね、はい、まあ、本当実質的に岸田総理の政治活動を支えてきた団体と言えるんですね。しかしこの団体の代表っていうのは、現在の代表はですね、総理自身ではなくて秘書の N さんという方がなっておりまして、はい、まあ、岸田総理自身の代表ではないんですね。まあ、そういう意味では厳密に言うと国会議員関係政治団体ではないという扱いになります。で、国会議員関係の政治団体となるとですね、人件費を除く1万円を超える支出はその内訳を収支報告書に明記しなきゃいけないという決まりがあるんですけれども、はい、まあ、つまり1万円以下の支出についてもですね、まあ、領収書を保管する法的義務が生じるわけですが、まあ、この支部はですね、先ほども言った通り、岸田総理自身ではなくて秘書が代表になっているので、はい、まあ、厳密にはですね、国会議員の関係政治団体扱いではなくなるわけなんですね。で、それをいいことにですね、内訳を明らかにしているっていうのは、まあ、一般の政治団体に適用される5万円を超える、まあ、支出だけだったんですね。そうなんですね。これは村井さん、違法行為に当たるんでしょうか。はい、これどうなのかなと思いましてですね、いつもご登場いただいて政治資金に詳しい神戸学院大学の神谷博之教授に聞いたところ、まあ、活動の実態を考えるとですね、まあ、本来であれば国会議員関係の政治団体とすべきではないかと。はあ、で、まあ、秘書ですね、まあ、自身の代わりに代表をつけたことで、まあ、それを免れているということですが、まあ、結果的にはですね、もうこれ岸田総理の政治活動を支えている団体であることは間違いはないので、まあ、ある意味ではその脱法的な政治団体だというふうに指摘をされても仕方がないのではないかと、まあ、そういうような主張で亀谷教授はされていましたね。はい、まあ、さらにですね、いろいろ岸田総理に関するお金の疑惑が出てきまして、岸田総理ですね、まあ、非常に多くの不動産を所有しているんですけど、あ、そうなんですね。はい、でこのそういう不動産をですね、一個一個巡っていくとですね、なんと近隣住民から不審の声が聞こえてきた場所がありました。村井さん、週刊文春は一件一件当たってくんですね。
一軒一軒調べてきたところですね。すごいですね。そうすると近所の人たちから不審の声が聞こえてきたというんですね、うん、これどういう、ね、どういう声なんですか。はい、これ岸田総理ですね、静岡県になんと結構大きな別荘を所有されているんですけど、その近隣住民に話を聞いたところ、あの岸田さんは月に1000円、はい、まあ、年額でいうと1万2000円の自治会費を納めていないんだという、あら、そういう話が出てきまして、総理大臣なのに、ね、こんなわずかな自治会費も払わないってせこすぎると、まあ、そういうような声が上がっていましたね。さらにこの別荘だけではなくて、まあ、岸田総理広島に本宅自宅がありますけど、はい、この自宅の賃料に関する疑惑っていうのもまた出てきたんですね。岸田総理ですね、広島県の、まあ、広島市にですね、かなり大きなですね、広大な、はい、公園の一角に自宅を構えているわけなんですけれども、まあ、ここですね、岸田総理のお父さんである岸田文雄氏が、まあ、建てた家でして、はい、その後ですね、造船会社の子会社に土地を売却しているんですね、はい、でその後その売却した後に、まあ、貸与される形で岸田総理が住んでいるわけなんです。そうなんですね、まあ、だから所有は今していないんですが、はい、土地の売却取引とか、まあ、賃借契約ではですね、まあ、市場価格との差がその政治献金の性格を帯びることがあるというふうにまあ言われていまして、つまり、まあ、本来であればこれぐらい高い賃料だけれども、はい、その献金の代わりに安くしてあげると、まあ、こういった形でですね、まあ、その土地のまあ賃借契約をするようなケースもまあありまして、はい、そういうようなことがあるんじゃないかと、はい、まあ、そういった声がですね、まあ、上がっていますので、もうこれらについてはですね、まあ、どのような説明をされるのかなというのをちょっと注目をしたいところでありますね。1万2000円払えよっていう声が ね、 そうですよね、静岡の別荘ですか、自治会費、自治会費ね、近隣住民が言ってるということです。そうですね、ちょっとそれ恥ずかしいですよね。ねえ、恥ずかしいですね、これぐらいの話からね、はい、さあ続いては芸能界からこちらです。神田沙也加親友が初告白、死の直前助けてと。去年12月35歳の若さで亡くなった神田沙也加さん、追悼版となります2枚の CD もリリースされ、色褪せない歌声を聞いたファンから改めて早すぎる死を惜しむ声が上がっています。そんな神田沙也加さんの親友、村井さん、これはどんな話をしたんでしょう。はい、今回ですね、取材に応じてくださったのは神田沙也加さんの幼なじみでもう30年来の親友だったちかさんという、まあ、女性の方ですけども、はい、まあ、ちかさんはですね、幼稚園の頃からまあ同級生だったと、ずっと長い間ですね、まあ、交流してきた、まあ、非常にあの印象深いエピソードをいろいろと語ってくれましたね、はい、例えばですね、小学校4年生の頃に、神田沙也加さんのご両親、まあ、離婚されて、まあ、その時にですね、ちかさんは彼女が特別な家庭の娘なんだということを強く感じたそうなんです。ね、まあ、というのもですね、まあ、体育館ではその神田沙也加さんのご両親の離婚、まあ、松田聖子さんですから、はい、あのそのためにですね、全校集会が開かれたんで、まあ、説明があったと、はい、沙也加さんだけがですね、まあ、その先生にあの肩を抱かれて止められて体育館に入れなかったと、まあ、こういったあのちょっとですね、特殊な、まあ、状況が生まれたりして、はい、まあ、やっぱり特別な子なんだなというのを感じたと、まあ、そういった話をしてましたね。そして気になるのが、彼女が亡くなった頃というのは何か連絡をこの方取ってたんでしょうか。はい、あの亡くなる直前にですね、実は電話でお話をされていたそうで、はい、あのちょうど1週間前ですね、亡くなる、あの沙也加さんから1本電話がかかってきたそうなんですね、はい、でその彼女がですね、電話を取ると、あの助けてと、あら、そういうようなあのことをおっしゃったと、沙也加さんが、でまあ、これまでですね、幼なじみとしてずっと仲良くしている間、そのどちらかというと沙也加さんよりもそのちかさんの方が、彼女に甘えていた、まあ、そういった関係だったそうなんですけれども、この時はですね、その本当に珍しくちかちゃん助けてとはっきり言われたと、まあ、そういうふうに言っていましたね、はい、まあ、そんな電話がありです、その数日後に、まあ、沙也加さんからあの LINE が送られてきたらしいんですけど、そこにはですね、なんと6本の音声ファイルが、まあ、添付されていたそうなんですね。その音声ファイル何が残ってるんですか。この音声ファイルの1本っていうのがですね、まあ、週刊文春昨年ですかね、報じたあの、まあ、交際していた俳優の前山隆久さんがですね、はい、あの沙也加さんに対して繰り返し死ねという言葉を浴びせているものと、はい、まあ、これちょうど1年ぐらい前に週刊文春報じましたが、まあ、この音声ファイルがあったと、はい、でその他にですね、その前山さん の、 あのお母さんを交えて3人で話し合う音声などもまあ含まれていたらしいですね。
こういうような音声が来るからちょっと異常な事態だなと思ったそうなんですけど、はい、まあ、その後もですね、さやかさんから LINE が送られてることもあったそうなんですけど、すぐに送信を取り消されてしまっていて、この見た時にはどんな言葉を自分に送ってきてくれてたのかはちょっとわからなかったんだと。そうだったんですね、まあ、そんなこともお話をされていましたね。でも村井さん、長年幼なじみですから、そのいろんな話があるかと思うんですが、その他どんな話が聞けたんでしょう。はい、もう本当にですね、いろいろ話してくれたので、ぜひそちらの記事の方でチェックしていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、一つエピソードをご紹介するとですね、大学に、まあ、ちかさんが進学したときに、そのさやかさんのプロデューサーとしての才能で驚かされたという、まあ、話をしてくれまして、はい、で大学でですね、芸術学という、まあ、授業を取っていたそうなんですけれども、まあ、そこでですね、オペラのドラマ化についての課題が出たと。はい、で、この課題にですね、その近川さんはどうしたらいいんだと、まあ、途方に暮れていたそうなんですけど、その時に西川さんはですね、自分がやりたいと言ってですね、その近川さんの代わりに完璧なキャスティング案と、はい、そのキャスティングの狙いっていうのをルーズリーフにびっしりと書き込んでいて、まあ、この子はやっぱりすごいんだなと、まあ、そういったことを感じたと言ってましたね。でさらにですね、まあ、芸能界に入った後のさやかさんというのも、まあ、本当に大スターになりましたけれども、はい、その昔と全く変わらずですね、一緒に買い物に行ったり、あとはまあ高校時代ですけど、高校卒業した後でもですね、まあ、制服のコスプレをしてですね、二人でプリクラを撮ったりと、まあ、本当に普通の女の子としてですね、親友としてですね、まあ、時を過ごしてきたということですね。何かこう今のお話聞いてると、さやかさんの人柄感じさせますね。そうですね。で、まあ、亡くなって1年が経ちますけれども、はい、今回お話ししてくださった、まあ、彼女の部屋にですね、今でもさやかさんとの思い出の品がたくさん、まあ、残っているそうですね。はい、でやっぱりインタビューの最後にですね、一言、まあ、こういうふうに言ってまして、そのさやを返してと言いたいと、まあ、そういった言葉を言っていたのは非常に印象に残ったと、まあ、取材した記者は、ね、話しましたね。はい、気持ちが伝わってきますね。はい、はい、今朝お話しいただいた詳しい内容は、今日発売の雑誌週刊文春、または1日早く読める週刊文春電子版、ぜひお読みになってください。この時間、週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。